自治体別で最も多かったのは静岡市で169人、次いで浜松市162人、富士市26人などとなっています。合わせて613人で、先週火曜日を189人下回りました。死者は静岡市で1人確認されました。施設に入所していた高齢の男性で基礎疾患があったということです。県内の死者の累計は、 399人となりました病床使用率は県全体で12.6%となっていますまた新たに1件のクラスターが確認されました